横浜市交通局2000系電車は、横浜市交通局が運営する、横浜市営地下鉄の1号線、3号線で運行されていた通勤系電車。1号線上長屋駅前岡駅間及び3号線、横浜駅新横浜駅間の開業に合わせて1984年に登場し、6両編成9本が製造された。編成番号は線形の続番である。 主回路制御には線形の抵抗制御に代わり、三菱電機製、または日立製作所製の電気子直波制御装置を採用した。ブレーキ装置は回星ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキである。横浜市営地下鉄で初めて WN 平行、カルダン駆動方式を採用した。製造から20年が経過したことにより更新の時期を迎えたが、2000型は、 車両の構造上バリアフリー対応が困難なことや3000型とドア幅が異なりワンマン運転によるホームドアに対応できないため2004年度から2006年度にかけて第15.17から23編成の発本が順次更新され台車、ブレーキ装置や補助電源装置、空気圧縮機等の機器類を流用した上で 3000R 型と同様の車体制御装置となり 新たに 3000S 型とされた。書類上は2000系の廃車による 3000S 型への代替心臓扱いとなっているため、車席は引き継がれていない。3000S 型に供出した台車や機器類以外は、他事業者へ売却されずに全て解体された。なお、第16編成は必要編成数の見直しで、更新の対象外とされ、そのまま廃車扱いとなった。 この編成は2006年11月28日にありがとう2000系横浜市交通局と表記した特製ヘッドマークを先頭車の前面に装着した。1000型と同様に同年12月13日をもって定期運用から離脱し、12月16日に新歯車両基地で開催されたハマリン・フェスタに伴うさよならイベントを最後に営業運転を終了し、 その後解体された。車体長18メートルで3扉、車体は外反、骨組みともにステンレス鋼を使用した軽量オールステンレス構造とされた。基本デザインは線型を踏襲しているが、コルゲートが廃されたためスッキリした外観となっている。前面は窓のない非常用貫通扉を配置しており、貫通扉を左側にずらし、運転席部分の窓寸法を拡大したため、 映画6000系電車に近い顔つきとなった。全消灯や微灯の形状は角型となった。新生時から冷房装置も搭載したが、これは関東地区の地下鉄事業者では初の事例となった。2000型は横浜市営地下鉄の車両の中で唯一室内側客用、ドア上部に旅客、自駅案内表示器は搭載されなかった。そのため、 ドア上部の一部の広告枠の上部にも路線案内図が重複されていた。また、日本国有鉄道205系の窓構造の設計変更に影響を与えた。詳細は当該記事を参照。ありがとうございます。